どうも、なおちんです。本日も、モンハンストーリーズ2やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はね、レベル上げをやっていきます。レベル上がらないよね。そう思いません?俺、すっごい思ったんですよね。レベル、このゲーム、全然上がんないなって。多分、今もう終盤に差し掛かってるんですよ。でも、レベルって、今30です。ようやく30。うん、なかなか上がらないからね。で、モンスターを倒しても、そんなに経験値もらえないでしょ。うん、クエストで上げるのが多分、美味しいところが出てくるんだろうけども、まだちょっとね、発売から1日も経ってなくって、情報が全然出てません。ということで、俺がね、今、一番美味しいかなって、うん、ここが、意外と上げやすいよっていう場所を紹介したいと思います。まず場所なんだけど、自分のレベルよりも10ぐらい低い敵と戦いましょう。もらえる経験値って、もうこのゲーム結構少ないのよ。めちゃくちゃ少ない。なので、結構下げてもいい。一番最初の村とか、その次の村とか、その周りとかでも、いいです。で、そこでエンカウントして、レベルがね、多分10ぐらい低かったら、ワンパンできるのよ。この、ZR、ZL 同時押しの一層攻撃っていうのがあるのよね。これをすると、一発で終わると。多分ね、レベル差が10ぐらいあったらいいんじゃないかな。で、そうすると、普通に倒した時の経験値ぐらいもらえるので、まあ、これでポン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 倒していくっていうのがいいと思います。まあ、このね、敵のレベルっていうのがね、わかんないんだよね。敵のレベルが。なので、まあ、ちょっと、自分が楽勝で倒せるかなっていうところまで戻って、で、試していってください。ちなみに、俺はウルクススぐらいまでだったら、倒せるっぽいです。ウルクススぐらい。なので、レベル20ぐらいだったら、どれだろうね。ドスバギー倒せるかな?こんなものかな?ギリギリぐらいだった。うん。まあ、こんな簡単に倒せて経験値ももらえます。うん。普通にね、今自分の適正の敵を倒しても、経験値200ぐらいしか入んないもんね。今俺が。200ぐらい。めちゃくちゃ苦労して戦って。なのに、これ、もうほんと数秒で終わって、その半分ぐらいの経験値もらえるんで、めちゃくちゃ効率はいいと思います。今のところ。うん。まあ、今後ね、美味しいクエストなんかが出てくれば、まあ、それも紹介していきます。まあ、こういう、なんだ、モンスターの、スーとかに入ったらばいいのかな。たまに敵がね3体ぐらい囲まれてるところがあるから、そういうところを探してやっていくのもいいと思います。はい、まあ、とにかくレベル差を開けて、で ZR、ZL 同時押しの一層攻撃、これでワンパンで倒していく。このやり方がまあ中盤ぐらいまではこれが最速でレベルを上げていけると思います。ただ、そうね、レベル20ぐらいまではポンポン上がるのよ。経験値100ぐらいでも。100ぐらいでも20ぐらいまでだったら上がるけども、それからが結構上がらないから。うん。それはちょっと気合い入れてやっていくしかありません。でもまあ20ぐらいあれば、全然、前線で戦っていけるくらいだと思うんで。はい、大丈夫だと思います。はい、まあ今日はね、とりあえず、序盤から中盤にかけて、レベル上げやる場合は、こういう感じでやってくださいよということをしていきました。まあ他にも多分、あります。他にもある。美味しいクエストとかが絶対あるはずだから、それもね、今後、
出していきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。